4月15日2022全国コットンサミット in 松阪の開催に向けた実行委員会の設立総会が松阪市産業振興センターで行われました。11月13日に開催予定の2022全国コットンサミットは、国内での綿花栽培やオーガニックコットンの普及を目的に、2011年の初開催以降、全国各地で8回開催されています。実行委員会は松阪木綿協議会や松阪木綿フェスティバル実行委員会の委員で組織され、この日設立総会が開かれました。最初に竹上市長が、三井貴俊さんが成功したきっかけはこの松阪木綿です。今年全国コットンサミットが松阪市で開かれることは意義深いことだと感じます。コットンサミットが大成功を収めるようにご協力をお願いしますと挨拶しました。続いて実行委員会の規約が承認され、その後に役員の選出が行われました。会長にはミート織物株式会社の西口裕也さんが、副会長と理事にそれぞれ2人が選出され、5人の役員が決定しました。このあと事業計画案や収支予算案について協議し、設立総会が閉会しました。続けて第1回実行委員会が行われ、今後のスケジュールなどが話し合われ、今後は月1回実行委員会を開催していくことなどが決まりました。今までも全国でコットンサミットあったんですけど、まあ、結局綿作りの人の、まあ、こういう、ね、交流の場というか、そういうことが、まあ、メインがメインなんですけど、やっぱり松阪のこの地域に応じてですね、商店街の活性化とか、あと、まあ、学生の皆さんがみんな参加してもらって、で、まあまあ松阪木綿の PR も当然させてもらって、いろいろ松阪の特性を生かしたコットンサミットにしたいと思っております。はい、11月に行われるサミットが楽しみですね。